大家好、こんにちは。台湾系 YouTuber のココちゃんと申します。今日はですね、台湾旅行がお安くなるお得技3選をご紹介してみたいと思います。よろしければ最後までお付き合いお願いいたします。ということでね、今日は台湾旅行がお得になる期間限定早い者勝ちお得技3選をご紹介します。このチャンネルではね、もうすっかりおなじみになったお得技もあるんですが、新しいキャンペーンの情報もありますので、ぜひね、台湾旅行に行く前に予習復習の意味でご覧いただけたらと思います。3つのお得技を軽くご紹介しますと、1つ目が新幹線が無料になるキャンペーン、2つ目が台北の現地ツアーや食事などが最大 50% オフになるキャンペーン、3つ目が抽選で5000台湾ドルが当たるキャンペーンとなっております。では順を追って1つ目からご紹介します。台湾旅行のお得技1つ目が GoTo 台湾キャンペーン。滞在期間が90日以内の外国人観光客2人で台湾高速鉄道ガオティエを予約すると1人分が無料になります。これはね、2人で申し込まないと1人分が無料にならないんですけれども、1人旅の方にはね、ちょっと残念なキャンペーンなんですけれども、2人で台湾に行って新幹線に乗ろうかなと思っていらっしゃる方はぜひね、こちらのキャンペーン利用してみてください。これね、注意がありまして、台湾高速鉄道公式サイトや現地で直接チケットを購入した場合はキャンペーンの対象外になります。必ず予約サイトの KKday やクルックからお申し込みください。例えばクルックからのお申し込みですと、台湾高速鉄道乗車チケットのページを見ていただいて、下の方にスクロールしていただくとパッケージという欄があります。ここで2人目無料乗車チケットを選んでいただき、出発地を選択、そして台中以南の駅を選択していただきます。目的地が台中より北の駅の場合はキャンペーンの対象外ですのでご注意ください。そして数量は最大2名までです。なので2名以上の予約は何件かに分けて予約をされた方がいいと思います。そしてこのキャンペーンはね、1人1回に限り有効だそうなので、1人で2回利用することはできません。そしてこれで予約ボタンを押して利用される方の情報を入力して支払い画面に進んで予約をします。そしてこれ最大の注意点なんですけれども、この乗車チケットがあればそのまま新幹線に乗れるわけではなくって、座席指定が必要になります。台湾高速鉄道の公式サイトで座席を予約するには引き換えコードを利用してログイン、そしてリザーブをクリックしてお好みの列車を選択してください。で、この公式サイトの予約は中国語か英語になります。で、この座席指定をした後は台湾高速鉄道のチケットカウンターに並んでチケットを受け取ってください。この3段階ありますのでご注意くださいね。でもね、この台湾高速鉄道だいぶお得なので、ぜひね、複数で台湾に行かれる際は利用してみてください。キャンペーンの上限に達し次第終了となりますのでお急ぎください。台湾のお得技2つ目が台北ワクワク Go 台北キャンペーン。これ私ね、以前もちょっと紹介したんですけれども、アソビューっていうサイトの台北ワクワク Go 台北キャンペーンというサイトから台北での現地ツアーや食事、空港送迎などを予約すると最大 50% オフになります。以前ね、ちょっとだけご紹介したんですけれども、サイトの作りがね、少し複雑なので改めて予約方法をご紹介したいと思います。まずはこちらの台北ワクワク Go 台北キャンペーンのサイトをご覧ください。下にスクロールしていただきますと、最大 50% オフ、今月のお得な台北プラン一覧というボタンが出てくるのでクリックしてください。
するといろいろな台北での旅行プランが出てくるのですが、希望のプランがありましたらばそちらをクリック、そして体験日を選択、開始時間を選択、そして予約人数を選択してください。こちらね、プランによっては最小予約人数が決まっておりますのでご注意ください。まあ、最低予約数が2人からというのが多いので、またねこちらも一人旅には厳しいかなというキャンペーンですが、複数でね行かれる方にはとってもいいと思います。体験日、開始時間、予約数を入力したら予約をリクエストするをクリックします。注意事項が出てきますので同意するボタンを押します。すると支払い情報が右手に出るんですが、こちらねこのままではお安くなりません。下にスクロールしていただいて、クーポンを利用するという欄の小さな選択するボタンを押すと初めて割引が適用されます。このようにね、予約するのでパッと見どれだけ安くなるかちょっとわからないんですが、このお得なプラン一覧の中でね絶対に行こうと決めているところがありましたらば利用をしてみてください。台湾旅行のお得技3つ目は、台湾ザ・ラッキーランドキャンペーン。はい、ということでね、3つ目の台湾ザ・ラッキーランドキャンペーンは、このチャンネルではね、もうすっかり定番になりましたが、3日以上台湾に滞在する外国人を対象に、抽選で5000台湾ドルが当たるキャンペーンとなっております。このキャンペーンね、ただ台湾に行っただけでくじ引きができるというわけではなくって、事前申請が必ず必要です。こちらね、申し込みの条件などがいろいろありますので、ぜひね、こちらの動画をご覧ください。台湾ザラッキーランドキャンペーンは2025年の6月まで実施されています。はい、ということで簡単な説明になりましたが、以上が台湾旅行のお得技3選でした。この動画をね、ご覧いただく時期によっては、終了してしまったキャンペーンなどもあるかもしれませんが、皆様ね、台湾に行く前には、こちらのお得なキャンペーンぜひチェックしてみてください。それからね、心待ちにしている台湾の航空券無料キャンペーンはね、まだね、告知がないのでお伝えできないんですけれども、そちらが始まりましたら、詳しくご説明していきたいと思います。他にも台湾旅行の裏技、お得技ありましたら、皆さんコメント欄でぜひ教えてください。ということで今日の動画は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。10月5日土曜日は大阪でグッズ販売会を開きます。動画でお話しした台湾旅行のコツをまとめたこちらの本や、台湾旅行に役立つ会話カードなども販売いたします。入場料無料、予約不要ですので、ぜひお気軽に遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょうね。シッシェー、バイバイ。